ここはね静岡県掛川市のいじり奈良ここの里キャンプ場にやってきました。桜がね綺麗です。これからもっと咲くと思いますけどね。桜祭りやってますんでね、ちょっと見に行っていきたいと思います。はい、やばいよやばいだね。はい、やばいだよ。奈良ここ第二駐車場、はい、お願い。川で店舗やスタープを張ることおよびバーベキューは禁止です。入場料はお一人様150円が必要となりますので、奈良ここの里の事務所までお願いします、と言いながらね、ここで、ね、見張ってます。はい、それでは、はい、行こう。吊り橋を渡ってね、中行ってきましょう。いいね、ケツがいいね。はい、どんどん行くよ、どんどん。おい、揺らすな。桜もいっぱいありますね。咲いてる桜もあります。これからだね。あ、準備してます。キャンプの準備してますね。まあ、いろいろお店出てるもん。お店が出てますね。すごい人気のキャンプ場ですね。今日はね、あったかいしね、キャンプ日和だね。ちょっと風があるけどね、いろいろ今日お店出てますね。キャンプやってます。キャンプの準備してます。何？どんな店が出てますか？フリフリポテト売ってます。ここがね、たこ焼きとかね、唐揚げとかね、いろいろ売ってます。こちらも売ってます。かき氷売ってます。こちらはね、フリーマーケット的な、いろいろザックが売ってます。お、こんにちは。こんにちは。お、美味しそうなカレー屋さんもあります。カレーと言ったらやばいのかな。そうなの。お、またザックが売ってます。ステージ、餃子、焼きそば売ってます。ポン菓子も売ってます。今キッチンカーとかね、多いね。多いですね。
いいね、のどかで、ね、これ見てください、この奈良ここの里キャンプ場の全貌です。山に囲まれてね、のどかです。はーい、ヤマエルです。はい、こんな感じですね。はい、以上奈良ここの里キャンプ場レポートでした。バイ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 。